ハロルド・アーナルド・カストロは、ベネズエラのカラカス出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB のデトロイト・タイガース所属。2010年にデトロイト・タイガースと契約して、プロ入り。2011年、参加のルーキー級、ベネズエラン・サマーリーグ・タイガースで、プロデビュー。63試合に出場して打率。313、1本塁打、32打点。 24投類を記録した。2012年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグタイガースでプレーし、51試合に出場して打率。311、1本塁打、21打点、18投類を記録した。2013年は、A 級、ウェストミシガンホワイトキャップスと、A 級レークランドフライングタイガースでプレーし、2球団合計で62試合に出場して打率。 245、1本塁打、22打点、8盗塁を記録した。2014年も A 級ウエストミシガンと、A 級レイクランドでプレーし、2球団合計で77試合に出場して打率、286、13打点、11盗塁を記録した。2015年は、A 級エリーシーウルブズでプレーし、101試合に出場して、打率、256、 1>, 1本類二打26打点、17盗塁を記録した。2016年も AAQ エリーでプレーし、105試合に出場して打率。247,4本類二打23打点、6盗塁を記録した。2017年は AAQ レイクランドと AAQ エリーでプレーし、2球団合計で114試合に出場して打率。295,1本類打。 33打点、22盗塁を記録した。2018年、マイナーでは、A 級エリートトリプル A 級、トレド・マット・ヘンズでプレーし、2球団合計で103試合に出場して打率。265、日本塁打、29打点、5盗塁を記録した。9月21日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、23日のカンザスシティロイヤルズ戦で、 メジャーデビュー。この年メジャーでは6試合に出場して打率301盗塁を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月24日に40人枠を外れマイナー契約となった。2019年の開幕はトリプル A 級トレードで迎え4月30日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。